大阪大学附属図書館は大阪府の大阪大学校内にある大学図書館の総称。1931年に大阪帝国大学の創立と同時に設置。大学の理念、目標に基づき世界最先端の研究、教育の実現に不可欠な全学的組織として学術情報基盤を完備した地の拠点として運営され、学術情報、 利用者支援サービス及び豊かな学習、教育、研究環境を学内者や地域社会の利用者に広く提供し、学内各組織と協力し、学外の学術機関とも積極的に交流して、学術活動の進歩に奉仕することを理念とする。学内には、付属図書館4館を含め、約30の図書室、資料室がある。付属図書館の詳細については口実。 美濃市立の複合公共施設内の船場図書館フロアのうち3.4階に外国学図書館蔵書が廃下されて一体として運営される。なお、国立大学法人大阪大学が当該建物中の美濃市立、船場図書館、美濃市立、船場障害学習センターの指定管理者となって運営を行う。新駅開業に先駆け。 文化国際交流の拠点となる複合公共施設が船場エリアにオープン。全国初、大学図書館の機能を持った船場図書館も開館します。報道資料。 h t t p s w w w c i t y m i n o h l g j p s y o g a i 2 0、は、2、い、1 0 4 2 0 h o u d o u h t m l 2 0 2 1年4月25日閲覧。ありがとうございます。